m OS 搭載の携帯情報端末を開発、販売していたアメリカ合衆国の企業。1998年6月に創業され、2003年10月にパーム社と合併し、そのハードウェア部門とともにパームワンの一部となった。1998年、パームの開発者、ジェフ・ホーキンスがパーム社を退社して、ドナル・ドビンスキーと共に設立した。 ハンドスプリングは設立後、バイザという PDA のシリーズを発売した。これは完全なプラグプレイを実現した独自の拡張スロットスプリングボードを搭載した製品で様々なモジュールを差し替えることで状況に応じて PDA をデジタルカメラや GPS、バーコードリーダーなどに変身させることができた。しかし業績の問題などもあり、 この方針は転換され、ハンドスプリングはトレオに代表される、通信機能を内蔵したコミュニケータと呼ばれる種類の製品にシフトしていったが、スプリングボードスロットのファンはまだ残っている。2003年、ハンドスプリングはパーム社に買収され、二人の創業者はパーム社の幹部として復帰することとなった、バイザエッジなど、パーム OS3.0、 パーム OS3.5 をベースにした、パームハンドヘルド互換機。基本的にそれまでのパーム機種を踏襲しているが、多機種と違い OS を格納したマスクローム、ユーザー領域の SRAM となっている。液晶解像度は160、160、バイザ・プリズムが65,536色カラー表示に対応、それ以外の機種は16階調モノクロ液晶である。 パソコンと同期を行うクレードルは、USB 接続のものが標準であり、シリアルポート接続のものは別売。サードパーティーから各種サプライ品が発売されたが、突起すべきは、色違いボディ自体が販売されたことで、特にバイザデラックスは、標準で5色、サードパーティー製ボディも多数発売され、それまでのパームキッシュにはないデザインとファッション性を主張した。 本来は分解はメーカーサポート外ではあるが、スタイラスにボディの十字ネジに対応したドライバーが収納されており、比較的簡単に分解してボディを交換できるようになっていた。背面上部に独自のスプリングボードスロットがあり、スプリングボードモジュールを挿入することができるのが特徴。 スプリングボードスロットとスプリングボードモジュールは68ピンのコネクタで接続される。標準のスプリングボードモジュールはコンパクトフラッシュより横幅は一回り縦幅は二回り程度大きい。スプリングボードモジュールにメモリを搭載してスプリングボードモジュールの動作に必要なプログラムを格納することができるため基本的に スプリングボードモジュールを動作させるためのドライバやプログラムを別にインストールする必要がない。また、本体にはマイクロフォンが内蔵されている。ただしマイクロフォンの入力はスプリングボードモジュールに直結されており、バイザ単体では利用することができない。一時、日本ではスプリングボードモジュール化した PHS を接続し、スマートフォンとして取り扱えるモジュールが構想され、 開発されていたが、ハンドスプリングの方針転換、及び日本撤退により開発が中止されて、発売には至らなかった。デジタルオーディオプレイヤーやデジタルカメラなど、時代の流行を取り入れた展開が行われたが、思うように価格が下がらずそれぞれの専用機種の、性能アップのスピードについていけなかったために、大きな話題となることはなく、スプリングボードモジュールの展開は終了した。 ありがとうございます。